アマレスニュース。アマレス太郎です。本日は2023年6月15日木曜日から開催されますレスリング明治杯の見どころをお伝えします。今大会は駒沢体育館ではなく東京体育館で開催されます。それと無料ではありませんので、事前にチケットピアでチケットを購入してから会場に向かうように気をつけてください。今回は6月15日初日木曜日の注目の階級をランキング形式でご紹介します。まずは第5位、男子フリースタイル 97kg 級。注目選手は新日本プロレス所属の石黒崇選手。昨年天皇杯の決勝戦では伊藤響選手を決勝戦でテクニカルフォール勝ちという圧倒的な強さを見せた石黒選手、そしてそのリベンジに燃える伊藤響選手、さらに吉田圭和選手など強い選手たくさんいるこの階級。そして選手だけでなく、石黒選手の先行の全日本プロレスの3冠王者に輝いている永田裕二選手、タイトルマッチ直前ですので、今大会は石黒選手のセコンドに永田裕二選手がつくことができるのか、その辺も見どころです。続いて第4位、女子 68kg 級。注目選手は全日本選手権優勝した石井亜美選手、世界選手権で銀メダル、アジア選手権で優勝と、この階級のエース的存在になっている石井選手、そして 65kg 級の世界選手権で優勝している森川美和選手、そして 72kg 級世界選手権優勝の古市雅子選手、この階級も大激戦なんですが、そんな中とんでもない選手も参戦します。東京オリンピック 62kg 級金メダリストの川井友香子選手、なんとここに来て階級を上げて 68kg 級にエントリーしました。金メダリストが階級を上げてどんな戦いを見せるのか非常に注目です。他にも世界女王メンサストックを秒殺した宮地凛選手や松行成葉選手もいますので、もしかしたら今大会一の激戦区かもしれません。そして第3位は男子グレコローマン 67kg 級。今男子グレコローマンがかなり熱いと思います。そんな中注目の選手は現在急成長中の曽我部恭太郎選手。天皇杯でも優勝して国際大会アジア選手権でも2位とどんどん実力を伸ばしている曽我部選手、そして昨年の明治杯で優勝している遠藤勝明選手、遠藤選手もこれまでこの階級を引っ張ってきてたので今大会では負けられないと思います。天皇杯のリベンジをかけてどんな試合になるのか非常に楽しみです。その他にも階級を避けて参戦する堀江太一選手、そして男子フリースタイル70キロで世界王者になった成國太一選手、グレコでの世界王者を目指していますので成國選手にも注目です。続いて第2位、男子フリースタイル86kg 級。優勝候補は天皇杯でも優勝している石黒隼人選手、今年のザグレブオープンで2位、そしてアジア選手権では3位とイランのハッサン・ヤズダニ選手など強豪選手とも戦ってて経験も積んでいるのでどんどん強くなっていると思います。しかしこの階級にレジェンド高谷壮介選手が参戦します。ここに来て階級を下げて4回目のオリンピック出場をかけて大ベテランの高谷選手が入ってきますので、ますますこの階級分かんなくなってきました。他にもアンダー23世界王者白井達也選手、そして昨年メジャー優勝の白井翔太選手、そして高橋雄大選手、奥井真央選手など大激戦の階級となってますので、この階級も目が離せません。いよいよ今大会注目の第1位は女子 62kg 級。注目の選手はやはり元木さくら選手と尾崎野乃香選手。昨年の天皇杯の決勝戦で大接戦の末元木さくら選手が勝利をして、この階級の新たなライバル関係ができたんじゃないでしょうか。尾崎選手がリベンジするのか、元木さくら選手が優勝してそのまま世界選手権代表権を獲得するのか大注目です。他にも源平選手、類家選手などもいますし、毎回僅差で惜しくも敗れている稲垣柚香選手も非常に楽しみです。他にもまだまだ注目の階級たくさんありますので、6月15日木曜日ぜひ東京体育館で応援しましょう。ありがとうございました。